さあ今100、400で動画を撮っております。ようやく写真撮影に出れましたね。また2週間ぐらい完全に空いちゃいましたけど、ようやく出れてます。もうね、風景撮りするっつってもね、もうちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、こんな感じなんでね、もう大した被写体がないというところで、じゃあ何を撮ろうかっていう話になるんですよね、いつもね。全然気づいてなかった。今 DX モードになってましたね。今 FX モードで撮ってます。こんな感じですね。なのでもう風景撮りするにもね、もう一面雪だし、もう本当にたまにいる野鳥を撮るぐらいしか、こうパッとね、おっと思えるような被写体ってないんですよね。まあ散歩してる人もいますけどね、さすがにこういう感じなんで。今あのワイドターの 100mm で撮ってますけど、さすがに 100mm になるとちょっと画角がね、動画で撮るには画角が全く足りないですけど、もうこんな感じですからね。ちょっと隙間から見えるかな。はい、そしてこの104-100ですね、スペックにも特徴にも歌ってますけれども、レンズがね、ぶら下げて歩いててもこの焦点距離がね、こう伸びてくってことがないっていうのは特徴として載ってましたけど、これは確かにそうですね。実際 100mm にして持ち歩いてても、歩いてるうちに伸びてって400になるみたいなことはないので、その辺は歌い文句通りですね。あとそうだな、手持ちでこうやってずっと持ってるっていうのはちょっと私の場合はしんどいな私の場合こう力がねやっぱないっていうのもあるので、これでずっと持ってるっていうのはなかなかしんどいですね。今もねちょっとある鳥、ちょっと鳥の名前わかんないですけど、結構至近距離だったんで撮らせてもらえてたんですけど、さすがにこの体勢でずっと撮り続けるっていう、持ち続けてたらちょっとしんどいですね。これはちょっと楽な姿勢を見つけるか、自分を鍛えるかなんかしないとダメですね、これね。なかなか辛いですね。ただ描写に関しては、特にね、何かこう不満になるような点は全くないですね。良さげな気がします。今もうお昼過ぎなんで結構明るいんで、F 値とかもね、まあ一番明るい状態では当然使えるので、まあそこの、F 値の部分かな、それはもう今のこういう状態だったらいいですけどね。私が一番こう、取りに出かける頻度が高い朝方とかね、ちょっと薄暗い時になるとやっぱ辛いですね、これね。あとはこういうちょっと見えるかな、木の、根元とかね、ああいうところにいた時に、鳥がいた時にやっぱちょっと薄暗くなっちゃうので F 値が辛くなるっていうのと、木の、例えばこう木の、こう、今、映ってる手前とかにね、根元の手前とかにいた場合に、オートフォーカスが合いにくいっていうのは、これはもうやっぱり、辛いとこですね、やっぱね。はい、そして104-100のオートフォーカスのスピードですね。これに関しては、まあ、特に遅いっていう感じは全くないですね。まあ Z7 に限らずかもしれないんですけど、このオートフォーカスのフォーカスが合う合わないってところでの、まあ、スピードって、そこ込みでのスピードってなっちゃうと話は別ですけど、レンズ自体が合わせにいくスピード自体は全然気にならないくらい速いですね。なのでもう決まったものをポッと撮るぐらいのスピードであれば全く
遅いっていう感じにはならないですね。ただやっぱりこのスペックでも歌ってますけど、その動画の部分を意識した、静かなモーターってところで、ステッピングモーターってところで歌ってますけど、やっぱりこうなんか動画っていう部分を最近のこのミラーレスのラインナップに関してはね、ボディレンズ含めちょっと意識しすぎてんじゃないかなって気がしますね。もっと写真性能、スチル性能の方にフォーカスして、スペックの方をアップさせたり、チューニングしたりっていう風にいく方が、ニコンのファンにとってはいいんじゃないかなって気がするんですけど、いかがでしょうか。今これ S モードで動画撮ってます。なので ND フィルターちょっとつけてないんでね、 S モードで適当に撮ってます。今のだけ、シャッタースピード1000分の1の F8、 ISO125 ですねっていう感じで今撮ってます。どんな風に見えてるんでしょうか。はい、先ほども言いましたけど、やっぱりこのレンズは私にとってはちょっと重い部類に入りますね。さすがにこの今のこの手持ちの状態で特に野鳥に使おうと思うと、やっぱこう 1,2 分持ってても手がプルプル、腕がプルプルしてきちゃいますね。やっぱ50-250のようなわけにはいかないですね、さすがにね。ここにテレコンつけるとまたさらにちょっと重くなるっていうところも考えると、いや本当に野鳥撮影してる方ってすごいっすね。これよりかさらに重たいレンズをね、特に手持ちでやられてる方ね、本当にこうパッと持って瞬時にこう小さいこう被写体に焦点をパッと合わせてね、で、素晴らしい写真を撮るということされてるわけなので、いやすごいなっていう風にね、身をもって体験してるところですね今ね。100-400、いやレンズいいですねこれね。今はねこういう冬場で、ね、風景撮りがほとんどできないっていうか、被写体がいいものがないので何とも言えないですけど、少し春とかね、雪がなくなってから風景撮りした時にもちょっとね使ってみてどうかっていうのを見てみたいですね。さすがに風景撮りするにはね400って長すぎますけど、200ぐらいまでだったらね普通に70-200のレンズあるぐらいなんで、使う範囲ではあるので、どういう風な描写になるのかっていうのはちょっと気になりますね。当然そういう時はねテレコン入れずに使わないと多分私が欲しい画質にはならないと思うんですけど、100-400のレンズ単体で見てもかなり描写としてはいいんじゃないかなっていう感触は今思ってます。こういう風に雪景色を撮っちゃうとね、もうなんか一面真っ白になっちゃって、その写真がすごいのかどうなのかっていうところが全く判別つかないんで、ちょっとねもうちょっと風景としてなんか映えるものを撮らないとちょっと描写がわからないですねこれね。ただ感触としてはすごく良さそうですね、そんな感じがします。やはりあとは F 値ですね。 F 値のこの 400mm の時の 5.6 っていう暗さですね。でなおかつテレコンつけると F8 スタート 1.4 倍だとねになるというところを考えると、やっぱりもう少し明るい方がいいよな、私みたいに朝方明け方撮るってなるとね。できれば F4 ぐらいでスタートしてくれると助かりますね。なので 400mm の F4 みたいな単焦点で出てくれるといいな。さすがに F2.8 はさすがにね高すぎるんで、趣味で価格に出すねのレンズを手を出すとなると、よっぽどのお金持ちじゃないとちょっと無理なので、 F4 ぐらいでなんか出てくれるといいなって気がするんですけどね。はい、今枝が1本見えてるの分かりますかね。こういうシチュエーションになると本当すっぽ抜けますね。で奥に行ったっきり戻ってこないみたいなね。なので下の方行ってこういうところでピンと合わせてからまた上に戻ってくるみたいなことしないと、こうやってもうすっぽ抜けちゃうっていうね。で抜けたらもう完全に戻ってこないっていう。なので下行って合わせて上に持ってくるみたいなことしないとダメっていうね。この辺がねやっぱ辛いよね。